はい、今回はですね、奈良県明日香村の、名所に行きましょうというわけでやってきました。この田舎道、これどこなんだ。ナビの通りに来たらわけのわからないところに来ました。これ多分変な抜け道っぽいところだと思うんですけど、これ夜になんか通らされた記憶がある。この道めちゃくちゃやばかった気がする。これ昼間はのどかな風景ですけど、夜になるとかなり怖い、怖そうな、怖げな道やな。変質者とか出るタイプの道やで、これ。ほら、なんか誘拐事件とか起きるよね、これ夜。この道。これ横に鉄道を通ってて、あの学生とか女学生、JK とかがこう通ったりすると、後ろから軽用に乗った変質者が来て、家まで送っとるわとか言ってくるタイプのルートや、これ。で、なんでこんな飛鳥村行くのに、こんななんかスピード出せない道を行かされているんでしょうか、これは。俺これこのバイク株と思ってんのかな、このナビ。スーパーカブだったらこういう道はちょうどいいんやけど、車落ちとるやん。口だ、車か。こいつじゃないやろ。これいつじゃないんですよ、この細さで。これスーパーカブとか、これスーパーカブとかの原付向けのルートですね。この平坦な道がずっと続くけど、道細いっていう。飛鳥村行くのになんでこんなルート通ってんだろうね、こんな細い。もう気狂いそうになってきた。もっとちゃんとした道行かしてくれって感じやな。何やってるわ、もうこんな細い道。ここか、こう通っていいのかな、この路面通っていいの、これ。さあ、奈良県明日香村にやってまいりました。奈良県明日香村といえば古墳があることで有名ですね。古墳があって観光地化に成功した田舎の、町って感じですけども、これちょっと郊外に出たらこんな感じやん。普通の道でめちゃめちゃ登っていくね、これ。マライシを向か、マライシという、男性器のように見える石を求めてきましたが、この山の上まで登ってこなあかんのか。歩いて、ちょっと車駐車場に置いて、マライシまで、また下るんか、さっきの登りなんやったんや。はい、この辺りがね、マライシがあるらしいので、見ていきたいと思いますが、どこにあるのかな。看板あります。マラストーン。しかも見てこれ。誰か一円玉置いてある。ちょうどこの先端のところに。これ名前つけたやつマジで下品やな。本来はまっすぐに立っていたが、年齢とともにこうなってきた。対岸の丘陵、対岸の山ふぐり山と呼び、マライシと一対のものと考える説もある。誰考えとんそんな。ただの下ネタやな。カカシロード。ここ入っていくんか。ナビに従っていくか。あ、行けますね。あ、こっから
反対側から行けばよかったのか。おお、さあ行きましょう。上から歩いてくるか。これさっき遠目に見たらマジ人に見えたからね、女の人に見えたからね。やがクレシンっぽい感じ。で、あのでっかいカカシあるやん、そこバカでかいの、これ鶴瓶やろ、これ鶴瓶やな、これ明らかに鶴瓶ですよね。笑福亭鶴瓶やな、笑福亭鶴瓶の超巨大な、これは面白いな、これ優勝やろ今のは。まだまだ上ある。けどあのジャンボカカシが一番あの、お、ありました、見てこれ、腹ペコアオムシや。はい、見ていきましょう。ちょっとだけ、もうかわいいなこれ、なにこれ、見て網がちっちゃいな、すごい。これがポイントやん、このミニチュアの網作ってあるのがポイント高いね。みんなこの可愛い顔に目が行きがちですが、2はここ見るね。これ優勝やな、これがカカシ大会優勝、稲刈りをする女の子、こいつが優勝だぜ。57番優勝です。この看板も飛鳥村ってなってますね。こういうね、反剣キャラはね、微妙やな。反剣キャラはもうええわ。反剣キャラはちょっと微妙です。すごいね。ポイントはこのカブトムシを、カブトムシとテントウムシをちゃんと作ってあるということですね。やっぱりこのね、木工になると手間がかかるので、素晴らしい。だから基本的にこの昆虫採集を、テーマにしてるんかな。ここもほら、これコオロギかなんかでしょう。コオロギか何か虫かごに入れたみたいな。んでここの腹ペコアオムシゾーン、これ腹ペコアオムシやんか。まずクッションを重ねたやつね。でさらに向こうにもあるけど、向こうの方がなんかちょっと大人作ってあるから、あれ、こっちは子供作ってある。で向こう大人作ってある、クオリティ高いやつ、明らかにここに大人の手が入ってるというクオリティ高すぎるから、ね、子供と大人の違いやな、技術力の差か。あ、これギミック付き、もしかしてギミック付きの、違うか、動かないね。あ、これ踏むのか。あ、やっぱりこれ踏むとこれ羽が羽ばたくね。これはゴミではありませんよ。トンボとトンボとセミか、トンボとセミだそうです。セミの羽はレースのやつで作ってある。うん、トンボがねこれ肌色なんで、ちょっとねあれをあれなあれな感じじゃん。やっぱこれだな、これ明らかに、明らかにあいつ天然ミネラル天然ミネラル麦茶、天然ミネラル麦茶を飲んでそうなやつだ。しかもでかいね。
これなんでこのモデルこいつにしたんやろね。すごい目立ってますね。で遠目に見たらね、なんか可愛い可愛いカカシかなと思って来たら、めっちゃリアルな鶴瓶やったという。飛鳥村に来ましたけど、見たのはマライシと鶴瓶のでかい、ジャンボカカシのみという、非常にいい感じの。帰りましょう。